は、ベイフムで毎週金曜日に13時から15時51分まで放送されていた番組である。公開放送が行われていた成田空港スタジオスカイゲート、成田国際空港第1ターミナル5階のオープンスタジオスカイゲートから全番組のスカイゲートトラビリングルーブに続いて公開性放送され、航空機の離陸音が番組中の BGM に用いられている。 ライブ、スカイゲートと少子毎月最終金曜日に、スタジオ街で歌唱する森口は、1992年4月から約1年間、アメージングポップを担当して、以来19年ぶりに、ベイフムで番組を担う。テーマ曲は、国部広子、トゥモローネバーノーズ。写真撮影、録音、録画を許諾しない胸が、スタジオ前に日本語と英語で掲示されていた。 なお、スカイゲートからの公開性放送は、同スタジオの閉鎖に伴い2019年3月29日の放送で終了。2019年4月からは、タイトルをキッススマイルに変更し、ベイフム本社スタジオより生放送を行っている。2015年10月2日、放送分からコーナーが3つ新たに開始され、一部は2016年6月17日と12月2日、 放送文から新たに発展していた。オフしたコーナーは特集の有無に左右されない。オープニング今週のテーマ私のバイブルソング2018年5月11日放送分から開始。リスナーから自身のあることに対してきっかけとなった歌を紹介する。2019年4月以降は15時台に放送。交流タイム公開生放送に来た観客が 事前に記したアンケートをもとに森口と交流する。内容が良かったものはオリジナルクリアファイルもしくはオリジナルレターのいずれかをプレゼントされる。開始当初から継続中の人気コーナーだったが2019年3月29日の放送をもって終了。ハートレター聴取者が番組を通じて伝えたい思いを直筆の手紙やはがきで送り、森口が番組で紹介する。 タイトル名は2015年9月18日放送分で募集したテーマ手紙ストーリーによるものである。本コーナーはハガキか風書限定の募集で、宛先は番組の公式ブログに記されている。紹介されたリスナーは森口からコメント付きのスマイルレターがプレゼントされる。2015年12月18日放送分及び2018年3月2日。 放送分のパワーウィーク特別企画は、当コーナーの拡大版を放送している。エアポートストーリー世界の様々な場所へ、空想旅行し、世界の空港、土地、人物、楽曲など空港に関係する話を紹介するもの。戦術の交流タイムとともに、番組開始当初から継続中のコーナーであったが、2019年3月15日の第308回をもって終了。 最終回のテーマは、成田空港だった。森口博子のおすすめ、ソング2017年1月13日より、エアポートストーリーとの各週で放送開始。たまに第3週、森口自らセレクトした一曲を紹介する。2019年3月22日の放送をもって終了。笑顔になれるアカペラリクエストから選ばれた曲が、森口のアカペラで歌われる。 その後自身の曲が流れるが、編成の都合上を流さない場合もあったり、当コーナーの前に流すこともある。アカペラがないまま自身の曲が流れる時もある。ライブ、スカイゲート、スタジオブース外に出て、観客の前で歌を2曲披露。その際、記念撮影も行われる。バースデーコール事前に応募した、放送日当日もしくは近くの日に誕生日を迎えた人から抽選で、 森口からバースデーソングを送る。2019年4月からも引き続き継続している。エンディング、クロストーク時番組のザ・ベイ・ラインの金曜 DJ、森久保翔太郎、浜口純子とクロストークした後お別れの挨拶をする。森口ビンゴ森口と相性度をチェックする。ある問題に関して森口と同じ答えを当てた。正解者の中から抽選で5名にオリジナルクリアファイルが当たる。 不正解の答えのメールを読み上げてから正解を発表する。番組放送開始時からやっていたが、2015年9月25日の放送分をもって終了。ナース、ヒロコの愛の処方箋リスナーから寄せられた恋愛の悩みを紹介し、最後に悩みを解消できる処方箋を紹介していく。二千十六年二月十九日放送分の パワーウィーク特別企画は、当コーナーの拡大版を放送。なお、同年3月25日は15時台に移動して放送を行い、代わりに、この14時台をゲストコーナーに当てた。2016年4月8日の放送分もって終了したものの、同年6月17日から当コーナーの発展版で、ある、マイッチングヒロコ先生が開始した。 マイッチングひろこ先生2016年6月17日より開始。基本的な形はナース、ひろこの愛の処方箋を引き継いでいるが、リスナーから寄せられた恋愛の他に様々なマイッチングの悩みを紹介していく。メッセージを読み上げた後、その悩みにふさわしい解決方法をひろこ先生が通知表の通信欄で教える。 2016年11月25日の放送文を持って終了したが、この基本内容を踏まえた新コーナー、スカイゲートの母へ引き継がれた。スカイゲートの母2016年12月2日より開始。森口が占い師として、リスナーの悩み相談に答える。相談を送った、リスナー全員に、海運スマイルレターが送られる。 2017年3月31日の放送で終了。おだまりーのおだまりなさい。2017年4月7日より開始。リスナーの懺悔をおだまりーになりきった森口がターミネーターのテーマ曲をバックに読んでいく。2017年5月26日放送分で終了。スパッツ選手権2015年10月2日より開始。リスナーが過去に 言い間違い、読み間違い、思い違いをしたエピソードを読み上げる。コーナー名のスパッツは森口が過去に某番組の生放送でスピッツをスパッツと言い間違えたことによる。2018年3月30日の放送をもって終了。交通情報は13時43分頃14時43分頃15時15分頃15時38分頃の計4回。 天気予報は13時55分ごろ、ニュースは14時55分ごろにそれぞれ入る。アップデートも参照されたい。後述の特集が組まれる場合、上記のラインナップが変更になることもある。2015年より開始。あるテーマに沿って数々のヒット曲をお送りする。同年8月以降は主にパワーウィーク特別企画で実施する形をとっている。 2015年、2016年、2017年福田は、自身のブログにて、成田空港内に退避し人用を明かした旨報告。例外として2014年3月、6月は、パワーウィーク中で、森口の誕生日の13日、7月、12月、2015年1月、2月、8月、2016年1月は、元旦、12月、2017年1月は、 別日にも用されている。2017年10月は実施されなかったが、翌週の11月3日に、その分を実施予定、番組スマホサイト10月からの新コーナー、お便り募集。2015年9月25日公式ブログ、オリジナルレターは2015年6月12日放送分から、新しいものに切り替えられた。特集や、パワーウィークに関係なく、休止が多く、 不定期で放送される。2014年12月12日、2015年2月、前日、3月27日、4月前日と2016年3月11日25日、4月1日7月8日、10月21日、10月28日、12月2日、16日、23日、2017年3月31日は番組編成の都合で休止。 2015年5月22日の第199回を最後に5月29日以降休止されていたが約5ヶ月後に当たる10月2日の第200回目から完全に復活した。2017年より森口博子のおすすめソングと各週、主に第1週、第3週、たまに第2週、第4週、第5週で放送している。 ラジコの番組表では森口セレクション、リコメンドソングなどと表記2015年12月25日には13時代のオープニングでも当コーナーを実施。2019年3月29日の放送をもって終了。2017年11月は3日と24日の2回実施。引き換え20月は未実施。 2015年12月25日は自番組が有馬記念特番のためクロストーク自体がなかった。また2016年2月19日放送分では自番組が DJ シャッフルを行った特別企画のため本来は金曜パーソナリティの井森美幸が月曜日に出演した関係で月曜日の DJ であるキャン瞳と,とのクロストークがあった。 2017年3月31日までは、井森美雪だった。14時代に、ゲストとのトークコーナーがあるときは15時代に答えを発表するときもある。2014年12月12日19日26日と2015年2月全日、4月3日4月24日、6月12日8月28日は、番組編成の都合で休止。 ただし正解者が一人もいなかった場合は、一番近い答えを出した人にオリジナルレターがプレゼントされることもあった。ちなみに正解者数が5人に満たなかった場合は、人数分だけプレゼントされた。2016年10月7日は番組編成上の都合で休止。2016年12月23日は番組編成の都合で休止。 2017年5月26日までは13時20分頃からだった本番組でも、スキマスイッチを、キスマスイッチと間違えている。https t w i スラッシュスラッシュツイッタースラッシュ hilok 用、OK、メートル毎秒をたす、70計607兆1663億4907万336 33直前に、鉄子の部屋のテーマソングをバックに。 黒柳哲子のモノマネをする。第210回、春が来た。2015年2月5日、公式番組サイトより2015年2月の放送文は昭和歌謡ニューミュージックゴールドセレクションと題してお送りする記述があった。2014年12月12日はクリスマスソング特集が行われた。第218回、新人時代2015年4月2日、 公式番組サイトより2015年4月の放送文は J-POP ゴールドセレクションと題してお送りする記述があった。BGM については第1週目のみ通常の BGM が用いられ第2週目以降は専用の BGM を使用した。8、28、ひつつまレコード持ち込みリクエストについて本特集はアーティストのデビューソングを特集するものである。なお、 2015年6月5日と12日にはデビューソング特集として過去に放送したことがあり、それに続く実施となる。10月に実施されなかったライブアットスコヨーゲートを代理で実施。ご無事ですか ?6 月19日は朝香ゆいさんが DJ を担当。キッススマイル朝香ゆいスペシャル終了。2015年6月19日途中で、 森口博子からのメッセージを読み上げる場面があった。4月29日、ユアエルムプレゼンツキススマイルスプリングフェスティバル。ありがとうございます。